This week's Amazing Amusements! はい。ね。引っ越しをして、もう早1週間ちょっと経ってますよ、皆さん。私の体は今そんなことないんですけどね。3本撮りの3本目でございます。えーと、今週の Amazing Amusements は、そうですね。引っ越し屋に引っ越しを頼むとこんだけ楽なんだなって思いました。本当に楽ですね。家具やってくれるんだもん。家具やってくれるとかもう超楽だよ。 家の中もちゃんと目張りとかなんだとか細かいことやってくれるし壁紙が傷まないようにとかやってくれるしほんと楽ですよあの皆さんも次は引っ越しするときは引っ越し屋を使おう一人で頑張ることないよもう今日これぐらいしか喋ることない山里さのラジオカンファレンス約24回えー、始めるよええ、10年もうこの企画何本目だ見ろこれがこじらせたクリエイターの生態だ ヤマトリンのラジオカンファレンス略してラジカン改めましてメインパーソナリティのヤマトリンですえっ、ー、とー今週もまたリクエストトークテーマでやっていきますがやっぱ結構リクエストトークってねやっぱいろんな人からもらいたい本当にいろんな人からもらえたら嬉しいなって思うやっぱ角度が違うんでやっぱ質問の角度もねあのー、やっぱ変わってくるんでそうするとやっぱりいろいろ自分の中でも気づきが出てくるので。 やっぱね人からもらうお題で喋るっていうのはね頭の体操には最高ですね、えー、これからも続けていきたいと思いますそんな感じでヤマドリンのラジオカンファレンス第124回座シテキケステイチューンラジカンリクエストトーク今週は、えー、かつての名優かつて今でも名優でありたいインカネーションさんからいただきましたリクエスト えー、いただいたメッセージそのままとりあえずお読,みお読みしますと「異世界転生もののブームの先駆けがダンバインだって聞いたんですけど大和さん的にどうですか?」っていう質問でいただいてます。これについて私なりに答えていくっていうのが一応今回のお題ですね。で先に結論から「ダンバインは異世界で今のね今の我々がよく言ってる異世界転生ものの先駆けではございません。 あれは完全に別のものです。と、銘打っておきます。で、どちらかというと、ガリバー旅行機の方が若干近い可能性はあります。異世界転生ものとしては。どちらかというと。で、じゃあ現在皆さんが、ああ、面白いですって言ってる異世界転生ものの分かりやすい要素って何かって抽出すると、別の世界に行くことだけじゃないんですよ。実は別の世界に、 主人公が、まあ主人公か主人公じゃないか分かんないけど、別の世界に行った時に、まず元の世界の時の自分の記憶とか能力は持たされている。何らかのものは持たされているので、なんて言うんだろうな。本当にテレビゲームの世界のやつで、その自由に歩けるとしたら、あまあ俺このゴブリンの体力知ってるしみたいな感じ、えー、とかでもいいんですけど、そういう状態であること。で、そして二つ目が、 えっと行った先の文明レベルとかの中でに対して自分が持っているその異世界から異世界では当たり前だった例えばサラリーマンとかさっていう当たり前の知識っていうのはその異世界に行くと神をも凌駕する一部の点においてチート性能を発揮できるでそれで折れ杖をするっていう民間人もだ要するにね ああ俺もなんかエルフとかいるような世界とかに行ったら俺は数学もできるし大学も出たしまあなんか結構ねそんなこんなバカみたいなこの時代の国王とかみたいなのよりもずっといい暮らしできるよみたいなところがあると思うんですよ。だから言ってみればタイムスリップものにちょっと近い過去に行くやつ。で過去に行っ で未来に絶対に戻ることはできなくてその過去の世界で未来の技術をぶん回して無双する話っていうのが今現在みんなにヒットしやすい異世界転生もののどうやら要素らしいんですわ。でじゃあここに来て生ダ子バイン知らない人たちのために言っておくと生ダ子バインっていうのは、えーっと海,とえー、海と大地の狭間にあると呼ばれるバイストンウェル いう異世界が存在しますこの我々の地球上には、ね、通常空間からは行くことができませんオーラロードという特殊な,な,んか、えー、なんかファンタジーな力の向こう側の、ね、道の向こう側にあるもう一つの世界なんですねで度々我々地球通常の地球人たちは地上人って呼ばれていてそのバイストンウェルっていう異世界にたまに何らかの条件が揃うと転送されたりとかあるいはバイストンウェル側からそのオーラロードを管理している あの存在っていうのがあってですねそのオーラロードを管理している連中の導きによって引きずり込まれたり引きずり出されたりすることがあるっていうような世界観なんですよでその行った先の世界で何をしているかっていうとちょっとファンタジー的な力バイストンウェルの中にはオーラっていう力が満ちているんですで、そのオーラっていう力をその我々の現実空間にはないオーラっていう力が満ちた世界でそれを動力源として動く巨大ロボットオーラバトラーっていうものを使ってファンタジー世界まだ 科学文明自体は今の現代のえっ、ー、といわゆる精神諸国的な、えー、あれはないんです。うんと科学はないんです。そのオーラっていうものを原動力にできるっていう産業革命しか起きてないんですよ。だから電気とかっていうものの産業革命が起きてないんですよね。だ蒸気も起きてないかな。蒸気機関っていう、えー、あれが起きてないので、えー、産業革命が起きずにただオーラ力っていうものだけオーラの力だけの 産業革命が起きてるそんな世界です。で産業革命といっても結局何をしてるかっていうと戦争の道具にするところで話が止まっているので例えばそのオーラの力で電気をつけたりとかオーラの力でパソコンを動かしたりとかっていうようなことまでは要は言ってないんですねこの世界は。で、えー、そんな世界です。だからやっぱり戦争をしている でまあ、剣と魔法の世界みたいな形で戦争してるところに巨大ロボットがあったらっていう世界なんですけどもこの地上人っていうのはそのオーラの力っていうのを操ることに長けていてそのオーラバトラーに乗せると通常のバイストンウェル人に比べるとバイストンウェル人って言っていいんだっけバイストンウェルの住民たちよりもそのオーラバトラーっていう巨大ロボットをすごい扱えるんですよ強く。だか確かに俺杖はできるんですけどそれって別に。 あれなんですよね地上人としての知識やノウハウでやってるわけじゃないんですよね単に地上人にはそういう偶然そういう組み合わせ的に強いパラメータが出るってだけであの地上にいた時にオーラ力を使ってたわけではないからそうじゃないんですよ。でえー、っとしかも主人公は結局バイストンウェルの世界に染まってしまうんですよね。なぜかというとこのこの設定だと面白いのが。 バイストンウェルに行った後オーラバトラーごと地上に帰るんですよ主人公たちが。で地上で戦争をっ始めるんですよ今度は。で地上で戦争をっ始めると何が起きるかっていうと、えっと、現実空間にオーラが満ちてないんですわでこのオーラが満ちている空間での戦争をすると爆発力とかが抑えられてあんまり大きな被害が出ないんですけど現代日本にはとか現代地球にはオーラの力が満ちていないので爆発とかが通常の何倍も大きな力になっちゃうんですね。 なので地上で喧嘩を始めるとオーラ・バトラーでものすごい被害者が出るしあの被害総額が偉がい,いことになるという設定があるんですよ。なので、えー、結果的に異世界転生でちょっとそういう制限された世界に行ったものの別に制限された世界の中での話をしそれを現実空間に持ち込んでってしまうので全然異世界転生ものの定義に沿ってないんです。でこのタイプのお話はあんまり見ないのでやっぱり。 富野由はすごいいなって思いますあのそ,そこにいわゆる異世界転生したからっていう要素を全然振りかざさないので何にもその異世界転生のうまみがないんですよ。で例えば俺異世界転生の最たるものの中ですごい面白いなって思ったものの一つが戦国自衛隊なんです。戦戦国国自衛隊は最初いわゆる戦国時代代代ののの日本に今の現代現代の 戦車で自衛官が数名と戦車1台が突然ポーンって転生転生っていうかワープしちゃうんですよタイムスリップしちゃうん、でこれタイムスリップネタなんですけど実はどちらかというとこちらの方が異世界転生ものに近いあと「クレヨンしんちゃんの」の、えー、これ戦国自衛隊にちょっと近いところがありますけどあっぱれ戦国大合戦これもどちらかというとえお列絵に近い。 最後現代の車野原宏の車で敵陣に突撃していってあの兵士たちが恐れおののくじゃないですかあれは異世界転生もの,のそれなんですよそうそうそうこれできるよね車でほらドケドケドケ野原一家ファイヤーパッ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 パーってやったらただ車がとそこそこのスピードであのクラクション鳴らして走ってるだけなのに戦国時代の足軽にとっては恐怖でしかないんですよそんなの、ね。これは立派に あ,の俺あれなんですすよよねね異世界転生者の俺杖なんですよ、ね、で今俺が見直しをしているゲイと自衛隊彼女にいて各戦いにはまさにこのタイプ。でいわゆるオークとか、えー、っとゴーレムとかそういエルフとかねダークエルフそういったドラゴンとかいるような世界観に自衛隊の現実装備で突撃してったらどれだけ戦えるのかって言ったらまあ遠竜っていうチート性能のねラスボス級のあれは出てきますよ。 ゲートっていう作品の中でもでそれは自衛隊でも倒すの大変って言ってるんですけど竜の子供くらいだったら普通に ICBM で吹っ飛んでるし全然ミサイルでフォックスワンフォックスープシャンプシャンドーンみたいなでしかもその中に本当の現代の自衛隊のえー、っとまあ自分であるならばここでこういう爆薬を高騰化して、えー、っと敵を封じ込めて次にこれの爆雷を投下してみたいないわゆる作戦レベルの。 戦術レベルでの話を持ち込んでるんでででるすよで政治の話も持ち込んでくるでその政治のあれの中であの向こうの常識とこっちの常識が明らかに違う政治戦略っていうものも明らかにこっちはすでにいわゆる自衛隊の装備って物理装備以外にも政治的なそのえー、っと何ですかね成熟度というか知識っていうのももうこっちの方が群を抜いてるんです。 何十年もこちらの方が先を行ってるんでそれは俺杖できますよねっていうだけど逆にもろい部分として、えっと、こちらは確かに最強のねそういう政治政治思想政治カードそして物理攻撃ができるかもしれないがこちらには絶対にできない魔法っていうちょっと特殊なのものが向こうにあったりとか、えー、それから人間の思考としてこん 我々の今の政治の力っていうのは現代人に適用されるものであって異世界の人間の精神構造にその政治のカードが効かない場合があり得るっていう部分もあったりするんですよそういうところでたまに今日疲れてねあのそれが露呈することはあるんですけどまあ、そういった描写っていうのはありきでまあ、そこがだからトラブルなんですよね物語の中にあるあ,あここは無理なんだなっていうような ことが起きたりするそれはすごい面白い要素なんですけどこれは異世界転生もののやっぱり醍醐味ですね。基本的的ににはスペック的にができるっていうことであと極めつけです。ヒロインの女の子がいっぱいキャッキャ出てきて可愛いとかっていう描写があるかないかです。あと主人公をはじめとして。あの異世界転生ものって主人公をモテてなきゃダメっぽいんですよどうやら。 でウ座マは結果的にモテてるかと言われるとモテてるとかいう問題じゃなくなってくるんで富野さんの世界観で言うと確かにマーベルとうまくいくかもしれないよで異世界転生者でもしダンバインを描いてしまったら主人公のウ座マはマーベルにマーベルが続行になるでしょで金ンキッスにキスされるでしょ <laughs> で、えー、っと、そこ、そこに対して、ちょっとあれなんだけど、おっと、チャムファウがそこに割り込んでくるに違いないわけ。で、多分、ガラリアは死なずに味方になるんですよ。で、シーララパーナと言い,い仲になっちゃうか、言い,い仲にならないけど、みたいなことになるんですよね。なんだったら、ジャコ、ジャコバアオンがめちゃくちゃ美人で可愛い女でなきゃダメでしょ。 だってジャコバーオンってただのケバいおばさんだよ。あのさっき言ってたあのオーラロードの力を牛耳ってる人ね。じゃない俺真理はそこだと思うな。<laughs> 以上、ヤマトリンの中での、えー、異世界転生ものでした。ま、結局女です。ね、皆さんね、えー、その辺でございます。ヒロインがどうかっていう部分で異世界転生ものかどうか決まるでしょう。 えー、アニメーター特賞ブレイブラバーズ主題歌ブレイブラバーズそしてスーパーボイス再生オリジナルサウンドトラックコンプリートベスト、えー、私のソロアルバムステップバイステップセカンドアルバム、えー、ビートオンこちらの方がすべて、えー、配信サービスでスタートしておりますもうすぐニューシングルも本当に完全なるニューシングルね,ねそちらの方もねもうすぐ出ると思いますのでお楽しみください、えー、Amazon デジタルミュージック iTunes レゴチョーク Google p l a ミュージック等々で配信中でございますヤマトリンで検索してみてください、えー、そしてデビューシングルブレイブラバーズに関しましては あ通販ねディスクの通販もしてますのでよろしくお願いいたします、えー、私が音響監督をやったボイスドラマワンチャンス全国版こちらの方も、えー、今発売中でございますのでボイスドラマワンチャンスで検索してみてください、えー、当告知のリンクは動画の説明欄からチェックできます、えー、当番組へのメッセージトークのお題、えー、こちらは Twitter の DM コメント欄にてお寄せください、えー、以上また来週お会いいたしましょう See you next week バイバイ